こんにちは、速稼塾の久保です。じゃん、しつこいんですけども、パンをね、食べるコーナー、1日1個パンを食べていこうかなと思います。まあ、いつまで続くか、そんなにね、長い間は続かないんですけども、以前私ね、隠居飯っていうコーナーをやっていて、これは結構長く続いたんですよ。ブリオマルのままからおろしたりとか、イカをおろしたりとかね、アジをおろしたりとか、魚を全般的におろしたりとかね、お刺身にしてみたりとか、煮付けにしてみたりとか、まあ、自炊をね、結構こうたくさんしてるんですよ。で、包丁を研ぐコーナーもあったかな。そんな感じで私、調理師を長いことしてましたんでね、まあ、そちらの方の経験を YouTube に生かしてやってきたかなというところでございます。そういった料理で生きてきた私もですね、いつの間にかこうやってね、パンを食べるようになってきて、まあ、いろんなね、食ってものがあるもんです。まあ、いただきます。今回はですね、山崎さんのつぶつぶクランチ入りいちごクリーム蒸しケーキということで、なかなか美味しそうなタイトル。カロリーは306キロカロリーということで、今までの中ではまあ軽い方かなと思いますけどもね。早速いただいてみようかなと。こういうのね、色がね、綺麗なんですよね。まずで目を引きますよね。ちなみに88円ということで、価格も安いと。光ってて白飛びしちゃってますねカメラがあんまりいいの使ってないですからね。こちらのね、10万円もするカメラやったらすごくいいんですけども、全然使ってないんですよ。カメラが良すぎて、なんていうんですかね、アップロードに時間がかかるんで、私向けじゃないなと思いましてね。はい、じゃあいただきます。ほんと甘い、甘いもの好きなんですよね、やっぱ私ね。だから砂糖の中毒になってるんですよね、きっとね。砂糖ってのはすごい中毒性があって、まあ、私もコーラが好きな時はケースで買ってきてね、毎日ね、3本4本ガブガブ飲んでいたもんですけども、糖尿病とかの心配が出てきてっていうのが、なんか予兆があったわけじゃないんですけども、介護をしていてね、糖尿病の方見てると不自由だなと思って、それからちょっと考え方が随分変わりましてね。年も年代したし、それからは体を鍛えることとか、肉体をね、デブにならないように作っていくこととか、年齢を重ねていって体型を作っていくのも一つのね、年の取り方っていうか、年を取ったもんに課せられた義務かなとほっといても体型良くならないですからね。こうやってパン食べてると、いつも食べてるみたいに見えるでしょ。不思議ですよね。これ食べてるところを切り取るとそう見えるんですよ。でも私の暮らしのほとんどは今自炊ですからね、間食もないですし、飲むのはブラックのコーヒー。いただきました。ありがとうございます。ごちそうさま。